ありがとうございます。これお持ちください。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ご苦労さんです。どうもすいません。ご苦労さんです。じゃあこちらのこういうことで、はい、市の社会福祉協議会に帰宅させて、はい、ありがとうございます。ご苦労様です。大変ですよね。本当にでも年に1回歩いてくださるのはとっても楽しいですね。ただまあなんとかが生きてるんでなんとかまあお互いにとそれだけですね。歳末助け合いですんで一つはそういう募金活動がまあ一番の目的なんですけれど、ただやっぱりあの私たち寺の住職副住職が少しでも何か行動を起こさないと、まあ、なかなかこれからのこともね、そういう広く布教の意味も込めて、あるいは啓蒙というかそういうことも含めて考えておりますので。下館仏教会です。歳末助け合いの高圧募金を行っております。